DJI Mini 2の後継機種の DJI Mini 3 Pro と思われる機材がですね、昨日 DJI から発表されました。はい、どうも、サラクールです。今日は2022年5月6日金曜日になります。今日はですね、こちら、DJI Mini 2の後継機種の DJI Mini 3 Pro。こちらはですね、ティザーと思われるものが昨日ですね、5月5日午後10時に DJI から発表されました。いよいよですね、ティザーが出てきた感じです。まあ、こちらのティザーに関しましても、まあ、先日のですね、動画でもですね、言いました通り、まあ、DJI のですね、まあ、リーカーの、まあ、押した LB の方が、まあ、5月5日の午後10時にですね、まあ、ティザーが出るよというようなですね、リークをされてきたので、まさにですね、その通りのものがね、出てきた感じになります。でですね、まあ、押した LB の予定によると、まあ、5月10日の午後10時に、発表と、あとですね、先行予約が開始されて、その後ですね、5月17日に、発送という形になると、ということをですね、リークしてきました。でですね、こちらのですね、まあ、ティザーに関して、まあ、ドローン XN の方にもですね、記事の方にまとまってますので、まあ、そちらの方もね、話していきたいとも思ってます。ではですね、早速なんですけども、まずね、ティザーの方からね、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらがですね、DJI が昨日ですね、5月5日の午後10時に発表したティザーになります。まあ、こちらですね、視線を変えて広がる世界へということで、2022年5月10日、日本時間の22時ということで、午後10時にですね、まあ、何かしらがですね、発表されますよというようなですね、ティザーが出てきました。こういうふうにですね、直方体がツイートするような形で、あとですね、水滴がですね、3つついてるというようなですね、ティザーが出てきました。でですね、こちらのティザーに関して、ドローン XL の方で記事になってましたので、そちらの方ですね、皆さんとシェアしていきたいと思います。はい、こちらがですね、ドローン XL の記事になりまして、公式の DJI 発表は、噂の DJI Mini 3 Pro の発表に先立ち、プロットにひねりを加えます。ということで、こちらですね、英語の場合はですね、A twist in the plot ということでですね、出てきているので、そういう風なですね、記事の内容になっております。こちらですね、オープニングでも言った通り、Twitter の方ですね、様々なリーカーがですね、予測した通り、DJI は噂の DJI Mini 3 Pro の発売に先立って、こちらですね、日本時間では、昨日のですね、5月5日の午後10時に発表があって、で、プロットに日の出を加えたということをですね、付け加えたということになってます。まあ、日本の場合はですね、こういうふうにですね、視線を変えて広がる世界だという形でですね、出てきております。でですね、こちらのですね、ひねりに関してなんですけど、以前ですね、リーカーの方がですね、出してきた画像というのもありまして、まあ、こちらですね、見ていただくとわかるんですけども、これですね、DJI Mini 3 Pro のカメラがですね、ちょうどですね、90度ですね、ひねったような形になっているというようなですね、リーク写真が出てきました。多分ですね、このことをね、指してるんじゃないかなということを言っております。こちらですね、どういう可能性を示しているかというとですね、まあ、DJI Rumors は DJI Mini 3 Pro は TikTok や Instagram などの一般的なソーシャルメディアプラットフォームに適した垂直の空中写真やビデオを撮るため90度回転させる能力を持つカメラを搭載している可能性があることを示しましたということで、まあ、こちらをですね、出してきたということになります。で、今回のですね、ティザーに関しても、こちらがですね、ちょうどですね、ツイートする形ですね。もう一回ティザーの方見てみますけども、こんな感じですね。ぐるっというふうにですね、まあ、ツイストしてくるということで、90度ですね、回転するようなですね、ティザーを出してきております。これをですね、指しているとね、思われます。まあ、視点を変えてですね、広がる世界へということで、こちらですね、まあ、ソーシャルメディアでもですね、適した形でですね、90度回転できますよということをですね、まあ、示したティザーだとね、思われます。あとですね、まあ、記事の内容は、今回の DJI の発表は90度の回転カメラを搭載した DJI Mini 3 Pro ドローンがですね、5月10日に世界に導入されるというですね、まあ、期待がね、できますよということですね、記事の方でね、締めくくってます。で、もう一回ですね、ティザーの方に行きますけど、まあ、こちらですね、まあ、日本時間ですね、午後10時と
いうことになってます。さらにですね、このですね、ティザーが出てきた後に、またですね、ツイッターの方で、ジャスパーレンズの方が、まあ、リーク動画というものを出してきました。そちらの方もですね、合わせて今回説明していきたいと思います。こちらもですね、同じくドローン XL の記事になるんですけども、最初の DJI Mini 3 Pro の開封動画は、公式ドローンローンチに先立って登場しますというようにですね、記事内容として出てきてます。で、何かというとですね、まあ、こちらずっと方に下の方に行くんですけども、こちらですね、ジャスパーエンズの方が、ツイッターの方ですね、動画の方を上げてきました。で、まあ、ちょうどですね、ちょっと静止画になってるんですけども、ちょっとですね、DJI Mini 3 Pro の箱をですね、ちょうど開けてるような写真になってます。こちらですね、もう32秒の、とてもですね、短いですね、動画になってまして、まあ、最終的に DJI Mini 3 Pro 本体がね、出てこないんですけども、こちらですね、ディスプレイ付きのプロポまでがですね、出てきたような動画になっております。まあ、こちらの方のですね、Twitter のリンク先もですね、この動画の概要欄のトップの方に貼っておきますので、ぜひともね、ご覧いただければなと思います。でですね、まあ、リモコンだけね、出てきたということで、まあ、こちらの方のですね、リモコンのですね、内容というのもね、ここの記事でね、書かれてまして、まあ、DJI リモコンの前面には、バッテリーの状態を示す4つの LED、2つの取り外し可能なコントロールスティック、および CNS のスイッチを示しています。ということで、こちらですね、シネマティックとノーマルとスポーツということですね。あと、ホームボタンとオンオフスイッチもですね、表示されるということになってます。さらにですね、DJI リモコンの背面にはスティック用の収納スペースと2つのですね、追加ボタンがあるということと、あと DJI ミニモコンの下部には USB-C 接続とマイクロ SD スロット、あとですね、別の USB 接続をカバーするフラップがあるということになってます。まあ、こちらですね、ビデオの方では本体が出てきてないということなんですけども、開封動画というのがね、出てきました。ということですね、まあ、二つ目の基地としては、DJI Mini 3 Pro のですね、まあ、開封動画というものもですね、早くもリークされてきた形ということになってます。あとですね、最後なんですけど、もう一回ですね、DJI のですね、昨日出してきた機材に戻るんですけども、こちらにですね、新製品を試すというようなですね、リンク先へ貼ってあります。実はですね、こちらを押すとですね、出てくるのが、こちらになりまして、スカイピクセル製品のトライアウトプログラムというものらしいです。で、こちらですね、何かというと、まあ、プログラムに参加するということがあってですね、まあ、申請書を提出して、それでですね、まあ、最終的に、まあ、OK が出ると、DJI の製品テスターになるために、まあ、署名して、で、テスターになれるというようなですね、ものらしいです。まあ、こちらちょっとですね、まあ、日本語翻訳したので、まあ、こういう風になってるんですけど、実際ですね、英語のホームページになっております。日本語のホームページはね、特にない状態です。で、ルールもですね、結構ね、細かく決められてまして、ちょっとね、全部読み上げることはしないんですけども、ちょっとですね、一時提出してですね、見ていただければなと思うんですけども、ね、9個ですね、結構細かいルールがあります。なので、まあ、こちらはですね、まあ、トライアウトプログラムに参加して、まあ、新製品にいち早くね、触れるということもできるんですけども、まあ、必ずですね、ちょっと、このね、ルールに逸脱すると、まあ、アウトということみたいなので、こちらですね、めでたくですね、参加された場合でもですね、結構細かいルールがね、決められた状態になっております。はい、ということでですね、今回ですね、スカイ製品トライアウトプログラムというものもね、出てきてるみたいです。こちらですね、ティザーですね、新製品を試す、こちらボタンを押すとですね、そちらの方のね、ページに飛ぶことができます。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、こちら、DJI Mini 2の後継機種の DJI Mini 3 Pro とティザーと思われるものがですね、5月5日の午後10時、昨日ですね、午後10時に出てきたという話をしました。まあ、いよいよですね、まあ、5月10日の午後10時に、まあ、何かしらですね、発表があります。まあ、その時にですね、まあ、製品の発表と、あとですね、まあ、予約販売がですね、されると思います。で、さらにですね、1週間後にですね、発送されるというようですね、まあ、今のところですね、リーク情報なので、まあ、そっちの方にね、なっていただければね、嬉しいかなと思っております。まあ、ということですね、もう本当にね、いろいろとですね、まあ、開封ビデオもね、出てきてますし、まあ、間もなくですね、出てくると思われます。はい、ということで、ね、今日の話題は以上となります。ということで、このチャンネルでは、
まあ、ドローンの噂話とか、あとですね、ドローンのノウハウ、あと新製品のレビューとか行っております。あと最近では国土交通省航空局がドローン登録の方を進めてますので、ドローンの規制の方ですね、そちらの方の話もしております。もしよろしければですね、チャンネル登録の方と、あとベルマークですね、通知ボタンの方、オンにしていただければ、随時最新情報を提供できると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークルでした。さよなら。バイバイ。